WWE 世界タッグ王者時代のランスストームとクリスチャン・アン・アメリカンズはアメリカ合衆国のプロレス団体 WWE で活動していたプロレスラーのユニット。初期はアンチ・アメリカンズ名義で活動していた。ユニット名の通りメンバーは非アメリカ人で構成されておりギミック上反映思想を掲げヒールのポジションで活動していた。 J スポーツの日本語字幕では、県米軍団と表記されていた。2002年7月、スマックダウンで負け試合が続いていた、カナダ人のランスストーム、クリスチャン、テストの3人は、モントリオール事件を引き合いに出して、WWE が非アメリカ人に対して不利な判定を行っていると主張。反米を掲げ、アンチアメリカンズを結成。結成直後は、 アメリカの象徴たるハルク・ホーガン、ホーガンの当時のパートナーで、同じカナダ人でありながら、アメリカ人に迎合するエッジらと交想。同月の PPV、ベンジェンス2002では、同じくカナダ人であるクリス・ジェリコの介入もあり、ストームクリスちゃんが、ホーガンエッジを破り世界タッグ王座を獲得。しかし、ストームのかつてのパートナーでもあるジェリコが、ユニットに参加することはなかった。 以後、ユニットは RAW に移籍。ストームクリスチャンは、ブッカーティーゴールダストと、テストは、ジ・アンダーテイカーと構想を開始、RAW 移籍後は、アン・アメリカンズと呼ばれるようになる。また、この時、スマックダウン管轄にあった世界タッグ王座が、RAW に流出したことが、後に WWE タッグ王座を新設する契機となった。 その後、イギリス人である、ウィリアム・リーガルが、チームに加入。しかし9月に、ケインザ・ハリケーンに敗れたグオーザを失うと、ユニットは空中分解し、クリスチャンとテストが脱退。クリスチャンは、ジェリコとタッグを結成し、テストは、ステイシー・キーブラーをマネージャーに迎え、フェースターンする。ストームとリーガルはチームを継続させ、2003年には、 世界タック王座を二度獲得するが、リーガルの心臓病の治療による長期欠場、ストームの現役引退のために、チームは自然消滅した。ありがとうございます。